つい最近 TWICE はワールドツアーを行い世界的な人気を見せてくれました。アメリカでもたくさんの愛を受けた TWICE のメンバーたちの中で、特にホットな注目を集めたのはキューティーセクシーのサナかもしれません。今回はサナがアメリカのファンを魅了してしまった話から、これからの TWICE サナの話、予想外のニュースまで一緒に詳しく見てきましょう。先日 TWICE は、LA を皮切りにオークランド、フォートワース、アトランタ、ニューヨークと5都市7公演でコンサートを開催します。またその熱狂ぶりに K-POP ガールズグループとして初の北米スタジアムで2回もアンコール公演を開くことになりました。このワールドツアーで北米だけでもおよそ15万人の観客を動員し、グローバルアーティストとしてさらなる成長を見せてくれましたね。そんな今回のワールドツアーで最も注目された TWICE のメンバーはサナだったかもしれません。SNS ではたくさんのユーザーたちがホットガールと呼び、多くのアメリカのファンたちはサナのセクシーさについて話していました。サナが LA に到着しただけでも記事が書かれ、コンサートでのセクシーな姿はアメリカの K-POP ファンを魅了しましたね。今回のワールドツアーでアメリカのホットガールになったサナ。しかしワールドツアーのブログ映像を見るといつもの可愛いサナに会うことができました。コンサートが終わりホテルに戻ってくるやラーメンとご飯を食べる姿を見せ、愛嬌ある笑顔でいろいろなことを語ってくれました。サナは日本人ですが、キムサナというニックネームが付けられるほど優れた韓国語能力も有名です。夢の中でも韓国語で会話をするといい、同じ日本人メンバーモモと一緒にハワイ旅行に行った時も韓国語で会話をしている姿がありました。K-POP で活躍する海外出身メンバーの中でも断然トップの韓国語の実力と評判ですね。実はサナは韓国語が全くわからない状態で JYP 練習生になりました。しかしその持ち前の積極的な性格のおかげで誰とでも会話をし、韓国語の勉強にも役立ったと言います。韓国に練習生として来た時も、他の練習生たちが何を話しているか知りたい、一緒に話したいというのが原動力となり、韓国語を熱心に勉強するようになったとも明かしました。サナらしい理由ですよね。そんなサナの明るく積極的な性格は両親の影響をたくさん受けたようです。サナの幼い頃の写真に登場するサナのお母さんは、サナがサナを産んだようにそっくりで、サナの性格も両親から受け継いだことがわかります。彼女が幼稚園でサンタさんはいないという話を聞いてくると、両親はなんと3日も会議をした末に、サンタさんはいるけど忙しいから私たちが代わりにプレゼントをあげてるんだよと話してくれたといいます。またサナが JYP からスカウトを受けて韓国行くか悩んでいた時、お母さんは日本で開かれた 2PM コンサートに連れて行きます。素敵なコンサートを見た後にサナにどうだったと尋ね、サナが自分もこの舞台に立ちたいと思えるように後押ししたこともありました。そんな両親の教育のおかげでどれだけ辛い状況でもポジティブで揺るがないサナになったようです。おばあちゃんが歌番組を見ながら、サナもテレビに出れたらいいのにね、と話したことから始まったサナの夢。そして偶然ショッピングモールで買い物をしていた時に JYP にスカウトされて、現実になります。当時、ドリームハイを見ていたサナは、JYP のキャスティングマネージャーが見せてくれた所属歌手の写真に、ドリームハイの出演陣がみんないて、すぐに日本でのグローバルオーディションに参加することを決めます。オーディションでは少女時代のミスタータクシーを踊って見事合格したサナは練習生として韓国渡ります。モモと一緒に練習生生活を始めたサナは、最初は日本でデビューを準備する全員日本人のガールズグループ プロジェクトに所属します。しかし JYP の次期ガールズグループプロジェクト6ミックスのメンバーに欠員が出て、そこにサナが合流することになったそうです。さらにゴッドセブンや 2PM ジュノの MV にも出演しながらデビューのために知名度を少しずつ高めることも行います。アルバムの制作も終わりメディアへのお披露目もして、長年の夢だった歌手デビューは目前だったのですが、
他のメンバーが立て続けに退社してしまい、デビューが白紙になってしまいました。そして1年が経った後、TWICE のデビューサバイバル、16に参加することになります。サバイバルオーディションは参加者たちを精神的に苦しめることもあります。そのせいか、16では今後絶対見られないであろうサナが起こるシーンがあったりもしましたね。そんな逆境を見事乗り越えて TWICE になったサナ。苦しかった練習生時代を耐えて TWICE でデビューできたことは自信にもつながったことでしょう。サナの歌声は中毒性があると言われることがあります。完璧な韓国語を駆使しながらも、少し残っている日本人特有のイントネーションが曲の中で強烈な印象を与え、普通の歌もキリングパートにしてしまいます。代表的なのが何回見ても飽きない、チアアップの、シャシャシャシグナルの、チリッチリや、ライキーのサナパートは見てるだけでも幸せになれます。他にサナが歌うとキリングパートになる曲は何があるでしょうか。アルコールフリーではアルコールがなくても酔いそうになり、ザ・フィールズでは弾む英語でファンの心を魅了しました。サイエンティストではキューティセクシーと呼ばれるゆえんをもう一度見せてくれました。次のカムバックではサナがどんな姿でファンも楽しみなことでしょう。今年7周年を迎える TWICE に多くのファンは再契約を待ち望んでいるところです。ワールドツアーを終えた TWICE は多くのワンスの不安を解消しようと、その後の計画について少しずつ明かし期待感を抱かせています。まず TWICE のメンバーたちの個人インスタアカウントがオープンしました。開設からわずか10日でフォロワー数は約490万人と日本人トップに躍り出る勢いで増えています。TWICE メンバーの集合写真で初投稿を行ったサナは、キューティセクシーらしい写真やワールドツアーのリハーサルの時の写真を載せながらファンと交流しています。そして5月16日 TWICE の公式ツイッターには、6月24日、8月26日、このように2つの日付が書かれた投稿が行われたのですが、投資業界のニュースを通じてこの日付についてのヒントがわかりました。それは TWICE のユニット活動です。2015年のデビュー以来いつも9人の完全体で活動していた TWICE なので、ユニット活動がどのように構成され、どんな姿を見せてくれるのか全く想像できず、それが楽しみだと語るファンもいました。そんな中最近、6月24日の秘密が解けました。これはナヨンのソロアルバムデビュー日のことで、イネイオンという名前で TWICE のメンバーでは初のソロミニアルバムを出すことになってファンたちを驚かせました。TWICE メンバーの個人インスタアカウントが開設され、これからの TWICE はこれまでのように完全体ではなく少しずつ個人活動が増えるのかもしれませんね。サナも最近ボーカル実力が認められていました。サイエンティストで主要ボーカルパートを担当し、日本では卒業というソロ曲を発売し、サナの綺麗な歌声に感動の声が多く聞かれました。サナは TWICE の誰とユニットをすることになるのか、8月26日の発表が楽しみです。韓国に渡って10年になったサナ。TWICE の元気の源ともいえるメンバーで、待合室でメンバーが疲れてダウンしている時は、いつも明るい彼女の姿が TWICE にエネルギーを与えます。また何でも簡単にやってしまうように見えますが、いつもワンスのために陰では一生懸命努力する人だと言います。常に成長のために頑張るサナ。これからも元気に活躍する姿をたくさん見せてほしいです。ご視聴ありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。